おはようございます、こんにちは、こんばんは。占い館ルーチに所属しています、占い師手相リーディングカウンセラーのあけみです。今日もよろしくお願いいたします。今日は前代未聞、おそらく世界初、手相三択リーディングをやってみたいと思います。手相の三択リーディングって聞いたことがありますか？私はなかったんですが、一回三択リーディング手相でやってみたいなと思っていたので、おそらく今日が世界初になると思います。ぜひお付き合いください。まあ三択リーディングをするためにはカードが必要なんですが、カードがなかったので私作ってみました。自作のカードで三択リーディングやってみたいと思いますよ。出たカードで今日のワンポイントアドバイスをさせていただきます。では早速やってみましょう。選択肢は左側からトルコ石、ローズクォーツ、アメジストです。もしくはカードを見ていただいてピンときたものを一つ選んでください。ではどうぞ。お選びいただけましたか？ではこちらのトルコ石から開いてみます。いきますよ。じゃん。はい、出ました。こちらソロモンの輪です。ソロモンの輪は願い事が叶いやすい時に出ると言われています。なので今日こちらのカードを選んでいただいたあなたに今日は運が回ってきていますよ。ぜひお願い事があればどんどん神様にお願いしてみてください。小さいお願い事から大きいお願い事まで遠慮なくしてみてね。一個一個叶っていきますよ。はい、ではこちら次ローズクォーツのカードを開いてみたいと思います。はい、いきますよ。じゃーん。はい、出ました。こちらの線、一郎線です。一郎線とは生命線の端っこがこのように二股に分岐している線のことを一郎線と言います。今日このカードを引いた方、ぜひ遠くへ遊びに行ってみてください。遠ければ遠いほど行った先で次々と良いことが起こりますよ。ぜひお友達も誘って一緒に行ってみてください。あなたの運をもらってお友達も一緒に楽しめますからね。どうぞお試しください。次にこちらアメジストの石を選んだ方、こちらのカード開いてみたいと思います。いきますよ。じゃーん。出ました。こちら考えませんという線です。考えませんとはこちらの知能線と生命線の始まりがこのように間が空いていることを考えませんと言います。あの手相芸人の島田秀平さんはこの線のことを KY 線と呼んでいます。 KY 線ってなんとなく空気が読めない人みたいな、ちょっとイメージ悪く見られがちですが、考えませんってとってもいい線なんですよ。今日このカードを引いた方、もしかしたら考え事をしがちな人なのかなとも思いました。頭でごちゃごちゃと考えているんではなくて、今日は考えるのをやめて一歩外へ踏み出してみてください。考えずに行動することで今まで気づかなかったことに気づける一日になりそうです。
今日は何も考えなくていいですよ。まず動いてみてください。以上で今日の三択リーディングはおしまい。これからも続けていきますので楽しみにお待ちくださいね。今日もご視聴ありがとうございました。 YouTube 以外にも TikTok、Instagram もやっております。合わせてフォローといいねの応援をよろしくお願いいたします。